アピバレでーす。ここからはカンカンデリ。ね。え？あいちゃんに忙しい。あ、しゃあ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 。なんか作るの？何やんのって。何やんの？こんにちはって。パパです。はい、リリカです。はい、リリキです。はい、バックです。バックです。はい。今日はね、キャンプ場に来ております。キャンプ場来ちゃいます。今日はキャンプ場に来ちゃいます。でで。でね、キャンプといえばね、やっぱ料理を作らなきゃいけないんでね。今日はね、何作るのって。男の料理作るの。男の料理。簡単にね、作ってね、犬も食べれる。犬と一緒に食べようかなと思ってます。そうですか。でね、まずね、ネタバレは何でしたっけ？これ何これは何でしょうか。これ何？早くしても、はい、鶏肉つくね作りたいと思います。鶏肉、うん、でね、実はもう鶏肉めんどくさいんでね、全部鶏肉と今日は玉ねぎ入れるんですけど、マック食えないんで、大根にしました。大根、はい、ここにですね、塩と胡椒、塩と胡椒ですね、塩胡椒少々、少々、はい、生姜、塩、胡椒、胡椒、卵白、卵白、卵白、片栗粉は、片栗粉はありますね、はい、卵白を入れて、卵白を入れます。で、片栗粉、次に片栗粉を入れます。長い動画になっちゃうからね、あんま適当です、すべて。適当って。男の料理なんでね、適当です。男の料理？男の料理は適当っていう感じなんだよね。なんで不幸に入れたかっていうと、揉むためです。揉むため。皆さん、あとも、別に二重にしなくて大丈夫です。二重にしたら、これが男の料理というやつですよ。そうそう。でね、二重にしなきゃ男の料理。これ、鉄板もついてる？鉄板もついてます。石つけたっけ、鉄板つけた。こんぐらいだよ、うん、箸、あれが調理用の箸が欲しいんだけど、こっち側まず消耗してきます。うん、ちょっと卵白多いんだね。うん、重い。結構よく混ぜなきゃダメみたいだね。よく混ぜます。破けたら嫌だから。いいよ、もうすりいらない。やらない。これがね、温まってるかどうかですよね。もっと温めるの。温かいですね。まだ、俺しょうが。なんかおわさびみたいな感じ。あ、色忘れたんでね。おろしょうが。みんなも色忘れないよね。さあ、洗われます。ひらない？うん、ひら。ないよ、何も。細かいの用意してないから。油をよくフライパンごと動かし、しょうがないからフライパンごと動かしてほしい。伸ばす容器どこだ？ベルベル？こう？違うでしょ。重たいの、なんかどっちか分かんないから。お、さすがしゃもじ持ってきて。これヘラでね。ちょっと油を。これ使わないの？これで焼きます。足をちょこっと切って、して。棒状にこうやってこうです。たまにするよりなんか意外にうまくいきませんね。なんか汚らしくない。あれつくねじゃないですね。あーってなんか違うもん。ほんとにちょっと卵焼きが出てきた。ちょっと形をね、卵焼き形ちょっと整えてくれる。卵焼きができちゃった。ちょっとねえ、もうこれ卵焼きじゃん。ほんとね、これからハンバーグになっちゃう。これからハンバーグになります。今日汚さないためにこうやってるんですけど、これ絶対ハンバーグになりますね。つくねを今からハンバーグにするんですか、これ。多分実はこのフライ返しでこれ切ってこう棒状にしてくれると嬉しいな。ん？棒？うん。あ、そうか、そうか。多分これ後からこのくるみで本当はね、こう棒状にこううまくやれるとよかったんですけど、うまくいかないもんですね。全然棒じゃない、ね。ただのフライパン。ハンバーグ。丸くして早く急いで、りーちゃん。ハンバーグの作り方ですか。つくねハンバーグですね。
くね、ハンバーグ。もういいよ、うん、もう丸くしていいよ。ちょっと、何個か作りましょうね。何枚かになったかな、うん、どん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 熱い。結構用できるね、こうなるとね。何個ある今？2個あるよ今ね。1、2、3、4、5、6、6個、6個だね。よいしょ。油が熱いですね。続きが見えるもんだね。うん、これどっくろの小さく切らなきゃダメだね。でもうこの形で決まってるから、それで裏を見てくださいね。少しここで焼き目をつけます。見えない。だってここをね、広げてやるといいと思うな。棒に挟んだらすごくいい匂いする。これさ、ステーキの匂いするんだけど、こういうやり方なんだね。めっちゃこれだってバラバラになってこれうまそうだよ。こうなんだね。いいね。うん、あ、結構ちぎれちゃうもんですね。ワイルドに男料理なんで、ワイルドにね、大人料理だって。大人料理ってないんだ。おたま料理、おかま料理、おたま料理。おたま持ってきた。はい、これでね、両面焼く形になりますね。これもうほぼさ、もうつくねじゃなく焼き、もうさ、つくねですけど。つきますね。うん。お店と違ってね、やっぱりうまくはいかないですね。うまくはいかないですね。火力があとね、思ったより火力がもう調整が難しくて。これはね。あと触らないことが重要かな。そう、で、これは焼き目がつくまでこれを待ちます。これ。できた？おお。入ってるからね、刻んでるんですよ、大根を。大根しっかり入ってる。大根だからボロボロいっちゃうんですよ。あれ、なんだ、玉ねぎに近い食感があるって大根かなと思って。で、大根にしてみたけど、大根、作りに大根入れるなんて聞いたことないから。うん、いいんじゃないの、うん、あ、でも水が出るのいっぱいね。うん。じゃあ、あの人食べれるようにね。大根入ってない。みんなには普通やんないから。あ、大根入ってねえじゃん。入ってないじゃん。何入ってない。大根入れるの忘れちゃったよ。大根が入ってますって。大根だ。大根がやっぱりいいです。決めちゃった。決めちゃった。ご飯かと思ったら大根だった。決めては、決めては大根。悲しい。そう、ご飯かと思ってたよ。決めては大根です。大根。決めては取っとく大根。これはお味噌汁の具になっちゃう。うん。一回焼き目がついたかなと思うんで。そろそろ蒸し焼きにしようかなと。蒸し焼きでね、つくねって言えばタレが必要なんですよ。タレが必要ですね。で、甘いタレなんですけどもね、ママ特製のね、タレです、タレです。で、このタレね、この醤油、みりん、お酒が入っててね、パイナップルジュース、リンゴジュース入ってます。これを普通そんなことある？え、入れる、うん、入れるっす。うん、かけてあげる。一回なんかリンゴジュース飲みました。たっぷりね。いつも焼きたのみソースと、いつもつくね作るとき醤油あんの、ケチャップを持ってきました。いつもこれ入れすぎたな。キッチンステーキ、キッチンステーキの匂いしかしないんだけど、タレが。そうだ、これ祭り。これをね、刺して蒸し焼きします。蓋を閉めて飛びつかないように。で、待ちます。このね、唐揚げミニさん、ひひ、つくねみたいのもあるから、で、水分止まね。これがいるんじゃないの、あのキッチンペーパーみたいな。いや、ボールも食った。何ハチって、バンクしちゃった、また。マックもハチ食っちゃったよ。ハチがいたからハチがいた。大丈夫なの？ああ、大丈夫。もうやめとけ。ああ。お出かけ行ってたの、旅行とか行った時、あ、ボール食ってんな、ボール食ってないの。小さな小さな。待ってろ、まだ暑いから、マック。マック待ってろって、大根食っちゃう。これ。
フフして、フフってダメダメダメ、リッチはちょっとフフしてる、フフって、ちょっと待って、ちょっと待って、もうつくねさ、持って、じゃあちょっと、これ冷めるまでね、マックはミニーさんにいただいて、これあ、マックダメ、ほらほらほら、マック、ほら、何のクソとか言うの、これマック、これどこじゃないの、これダメだ、ほら、な、美味しいだろ、鶏肉の下で、ほらほらほら、これじゃねえって、いや、これじゃねえって食べてるけど、食べてるけど、ホットプレートだからさ、結構綺麗になったね、はい、マックちゃん、はい、どうぞマック、どうぞ、どうすか、食べてる食べてる、お、美味しい、それ一番最初に食ってるって、ケイチも食うの、食っていいの、もちろん食べていいよ、じゃあ、じゃあちょっと食レポが入ります、はい、食レポ、はい、どうぞマックさん、食レポどうぞ、はい、はい、どうぞ、はい、キビキさん、はい、どうぞ、どんどん食べてください、いただきます、はい、どうぞ、今からこう、でも何でもいいよ、ほら、から響き多いから、リーちゃんの方にもちょっと分けてあげて、パパお皿が、箸がない、ジジの箸返す、よし、よし、これで食べます、これでね、これ食べながらね、ビール飲むってことでしょ、そう、次の料理を作る前にね、こうやって少し今、はい、ソーセージのチーズフォンデュです、はい、ソーセージのチーズフォンデュです、揚げたしさ、うん、もうやっちゃう、もうやっちゃう、ママにあげなさい、じゃあママこれマックの分冷ましとこう、マックの分入れといて、これギリギリ下手くそで全然絡んでねえから、こう、あ、いいよ、何したら、私は見るねんけど、チーズ、ねえ、りーちゃん、りーちゃんの食べかけちょっとちょうだ い, い, いの、あのマックにあげるから、これ冷めてるから、絶対冷めてるからちょっと待ってろ、うん、誰かのきっかけだったら冷めてんだろ、うまいなきゃ、うまいなきゃ、昨日一人で牛タン全部食ったから、だからそうちゃん、もういいよ、そうちゃんばっかり牛タン食ってたよ、チーズが溶けてる、そうちゃん牛タン、俺チーズいいな、ジジ、キャンプですからね、今日はキャンプですからって、キャンプですから、今日はね、続いてね、もう一着今マックにね、はい、やられて、ストローでビール飲んでます、ストロー、ストリートビール、ナポリタン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 、あ、ユニアさんですね、マックが怒ってますね、ほい、ほいちゃダメだよ、またね、玉ねぎをね使うことがね、できないんでね、さっき入れ忘れた大根ベーコン、ほうれん草とほうれん草とピーマンで彩りでね使います、でね、まずはね、こうレモンドーム壊しちゃうよ、ベーコンをね、あれこっちにやってるよ、マックピーに入れて、しかサンドイッチ、サンドイッチ、朝の残り持ってきたからよ、食え、レモンに火を通します、食うよ、腹減ってんだもん今、誰でも食うね、マック腹減ってんの、だから炒まってきたらね、ここに大根、上が入れ忘れた大根、今回出ないんだよな、入れ忘れた大根違うんだよ、このために取っといたんだよ、入れた、ね、ママ、ママってママ見てね、もう食べて、ママちょっと太くなったんじゃない、うるさいの、あ、怒ってます、すげえよ、これ野菜の量、ママ全部入れたらこれ切っただろう、ママほうれん草は全部しとくね、なんだよこれなんか見た、山盛り山盛り、しなしなになっちゃうから、大根の数全然違うのに、大根と、あの、もう緑のもんや、これ本当に、え、しなしなになるから大丈夫だ、あーやばい、入っていかないと、これはやべえな情けで、え、なんでジジア、ジジアどうしたの、マックに、ジジアなんか、マックに頼ったりした、それジジ、ジジアお酒ストローで飲んでんの、ノンアルコールね、マックがね、今体当たりして、ジジがゴフってなって、缶が当たったんだって。歯が当たったね、歯にね。歯に缶が当たっちゃったの。そしたら、歯がグラグラしちゃったね。歯がグラグラしちゃったね。もう、弱もんになってない？何のことって顔してるけど。あ、食べ終わった。空っぽ。ないよって。戻すぎる。ああ、もったいないかな、あのな。
回今日もするんだよ、はい、塩と塩コショウしますね。でも先にコショウしてからしましょう。塩がまた水分が今出てる。コショウは風で誰かくしゃみするんじゃないの。もうじゃあこうやってね、そろそろね、やっぱもう煮立ってきたんでね。ママ映ってる？ママ映ってる？ママ自分映さないの？映さないよ。そろそろこれを混ぜたいと思います。はい。はい。ニコしてるから失敗してなって。あの子。なんか悪魔や。入れていいよ。ちょっと待って入れていいよ。すげえ量だな、ママまたこれ。色の量もあるから。甘口。ちょっと入れるの失敗したでしょ、りんちゃん。足りないよりはいいかなと。ママ、どうするこれ。なんか違くない？なんか甘くふた。ねえママ、どうするこれ。どうするいいよ。チョコレートでやるっていうの難しい。これね、もうそろそろ完成です。もう混ぜてるんで。ジメジメしたんだよね、ホットプレートでやるとね。いや、水分がね、ジメジメするんですけど、元から麺を茹でてから随分立たしてるんで。いいんでしょ。うん。ジュージュー言わないね。ジュージュー言わない。全然ジュージュー言わない。普通ジュージューはどう？なんかジュージューは、ママの顔の方がジュージュー。はい、できてます。食べていいですよ。完成ですか？はい。完成です。来た来た、来た来た。でもちょっとお腹いっぱいになってきた。じじこれどうしようか。これ紅茶行きどうする？紅茶行きだからあとまとめて行っちゃうから、ね、でこれ食べて大丈夫だよ。あいた、見つけたけど捕まえなかった。じじ、皿は大丈夫なの？あ、皿これ大丈夫。じじ、さっき犬がいるか、なんかおぐし。じじ、自分で取れるかいそれ。よし、今ね、まだほぐしないとかかんなら。いいよ、ちょうどね、しょって食べなさい。冷た？よし、かわいたいわ。あたあたあた、足つっちゃった。ママの足に届いたよ。リーちゃんも食べてこないよ。何笑ってんだよ。足の指すぐつっちゃうんだよ。いくら食べてもなくなりませんって。うん、食べても食べてもなくなりませんって。さすがの親がでもなくなりません。犬が食えるよ。大根入ってんのなかった。はい、パンパン、ごちそうさまでした。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 マックおいで。美味しかったね。チャンネル登録、高評価、チャンネル登録。なんでいきなりそんなこと言ってんだよ。ね、それ決まりでもせんか。決まりゼフだね。チャンネル登録、高評価お願いします。グッドボタンもね。ね、今ね、コロナのからなんでね。こういうキャンプ場、まあ家なんですけどね、家でもね、ベランダとかでね、こういう風にできるんで、これ火使ってないんでね、ホットプレートで頑張りました。できますんでね、あの簡単なんで、ぜひやってみてください。はい、それではバイバイ。それでは皆さん、またさよなら。さよなら。